人大文字、人大文字、人大文字、神を、文字とは、漢字伝来以前に古代日本で使用されたと、紹介された多様な文字、文字様のものの総称である。江戸時代からその新願について、議論の対象となっており、偽作と主張されているものが多い。人大文字とは、漢字伝来以前に使用されたものであるという主張と、共に紹介された多様な文字、 文字様のものを指して用いられる名称で、神話や腰古,古伝に深く結びつき神代に使用された文字、出ると主張されているものと、広大になって神代文字の一種とみなされるようになったものとがある。主に神社のご神体や石碑や施設に記載されたり、神事などに使われており、一部の神社では不、札、お守りなどに使用するほか、神社に奉納されることもあった。機密文書や、 古実の伝書のほか、忍者など一部の集団で、秘密の漏洩を防ぐために暗号として使用されたという。また、江戸時代の反殺の中には、偽造防止のため意図的に、人大文字を使用したものもる。鎌倉時代の頃から、朝廷の学者によって研究されたほか、江戸時代にも多くの学者に研究されたが、近代以降は、現存する人大文字は、古代文字ではなく、 漢字トライ以前の日本に、小犬の文字はなかったとする説が一般的である。その一方で、人代文字存在説は、史古典や古神道の関係者を中心に、現在も支持されている。イよ文字、ホツマ文字と呼ばれてきた押し手について、日本の古代に実在した文字であるとする説がある。明治時代の頃までは、単に古い時代にあった、未知の文字という意味で、 古代文字と呼ばれるものもあり、遺跡や古墳、山中で発見された文字様のものがそう呼ばれた。この例としては、筑語国で発見され、平田厚影の著書で有名になった筑紙文字、北海道で発見された愛の文字等がある。古字について言及したのは、日本初期七百二十年の帝王本義太夫古字であるが、人代の文字の可能性として、初めて言及したのは、 鎌倉時代の浸透家の浦部金方の尺に本気1301年も成立である。金方が日本初期の原点の一つに金に本気を挙げたことに対する疑問と金の起源について答える中で家伝として非人の字の存在を挙げ続けてお味者その機化在人代化いわゆるこの乗り数書きの説音量に新聖ビる字天人も太間に占いの の牧場事実、しかもこうの、無文字者、兄かなり占いなり者。と述べ、日本初期の、人代に規牧が存在したとの記述から、文字がなければ、占いはできないとして、人代から文字が存在した可能性を示した。その後、浦部新党では、人代文字の存在を説くようになった。例えば、清原信方、吉田兼友の子は、日本初期賞。 1527年で、神代の文字派、肘にして、ルフセス、15,379字あり、その字型、生命、シャウメウの博士に似たりと、神代文字のアザボスや字型等について、具体的に述べている。例えば、伊勢神宮等で発見されたアビルクサ文字等の、神代文字は、生命や陽極部本の節博士に似ている。清原信方が、肘にして、ルフ。 セスと述べているように、人代文字の実物とされるものは一般に示されなかったが、江戸時代に入ると、証拠思想の高まりにより、人代文字存在説も盛んになり、実物とされるものが紹介されるに至る。数十種類の文字が紹介されたが、過去に、浦部神道が述べていた特徴からかけ離れたものも、多く、出典となった書籍や発見場所などから名付けられた。 人代文字の研究としては、平田筒種が、否定論から肯定論になって、最初の論である、古市長第一巻、海大記書集、神尾文字の論、そして、神あ座日文伝、神田一文の伝えと、その付録、疑似編が著名である。また、鶴峰重信は、海英三帝人代文字公において天明自陳、穴一文字を、世界のすべての文字の根源であると説いた。 三井寺、温城寺住職の傾向による和事項など、数多くの研究がなされた。それらの研究を集大成したのが、落合直澄の日本古代文字項である。1930年には、腰古,古伝伝説の一種、皇室以前に王朝があったとするお経典として、伝える天神教という宗教団体が、不経済で、特攻警察に弾圧された。この時に察は、 国語学者の橋本新吉や教育者の加野、高吉などの学者を承認として出廷させ、竹内文書の内容と人大文字を全否定させた。詳しくは、天神教大圧事件を参照。皇帝論側には、目的の異なる多様な主張、すべての文字の元になったものだとするものから、ただ意味を表す記号が存在していたと、主張したいだけのものまでが存在し、 否定論側もそれぞれの主張に対する反論であるため、すべての記述が人代文字全般に当てはまるわけではない。また、言葉の定義が一定ではないため、すれ違っている主張もある。人代文字存在説への批判は、江戸時代にすでに湧き起こっており、特に、腰古伝に関わる者や平田篤種が唱えた、日文に対して行われた。否定説を唱えた者としては、貝原駅剣。 太宰俊大、鴨野ダ淵、カ織ノ・マブリナ藤原定官、友モ信友などがある。現在も、否定的な立場の研究者は多い。皇帝論も古くから存在し、浦部兼方、ネ部忠通、新井白石、平田ウリ、アライ・ハクセ等が唱えた。しかし、必ずしも、同じ文字について語っているわけではなく、自らの文字こそが、人代文字であると主張し、 他の文字を否定することもある。否定説に対しては、以下のような反論がある。現在、いずれの説も証明されるに至っていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。